カモイフミヤは事件の真相を何か隠しています。この事件にはまだ裏があります。罠の戦争をドラマ大好きウゴミックが考察いたします。ワシズとフミヤが会った時にフミヤは何かを話そうとして逃げたんですよね。だから何かを隠してはいると思うんですよね。高校時代に同級生を切りつけたのも同じ理由だと思うんですよね。 鴨井文也が突き落とし事件の真犯人でない場合を考察いたします。突き落としたのではなく何らかの理由でワシズ大器が落ちてしまったと仮定します。そして OL にあの帽子の男に突き落とされたというのをたくさん言われたので怖くなって逃げてしまった。防犯カメラには突き落としではなく偶然の事故が映っていた。鶴巻幹事長は 事故と分かってはいたものの、鴨井大臣に恩を売るために、あのような裏工作をした。このようなパターンも考えられますね。ただ、このパターンの場合は、文也が母親である鴨井大臣に、やってないって話せば分かることなんですよね。なんでやってないって言えないかが分からないんですよね。母親への復讐なのでしょうか あと、突き落としたのは、本当は、鶴巻幹事長の関係者という説もあります。警察から最初に連絡が行ったのが、鶴巻幹事長なんですよね。鶴巻幹事長へ最初に連絡が行くのは、おかしいですよね、確かに。鴨も親子は、鶴巻幹事長から濡れ衣を着せられたってことですね。ただ、この場合でも、 カモイフミヤは母親へやってないって言えるんですよね。カモイフミヤはバイトを辞めていたので、鶴巻幹事長から大金を受け取って罪を被ることにしたのでしょうか。その場合、カモイフミヤなんていうめんどくさいところに金を使わずに、もっと簡単な一般人に金を握らせて罪を被せた方が楽なんですよね。今回証言してくれた OL が怪しいという説もありますあの OL は実は鶴巻幹事長が送り込んだ資格という説ですただあの証言で鶴巻派は劣勢に立たされているのでどっちかというと龍崎総理大臣が送り込んだ資格という考えもあるにはあるんですけどねあの OL が偽物だとしても あの時あの現場で女性が黒い帽子のとこが突き落としたって言っていたことは現実なんですよね。どの場合でもなぜフミヤが真実を言わないのかが問題ですね。そろそろ待機が目覚める予兆があるので目覚めたら事件の真実がわかりますね。そして来週から真実を公表するための罠の仕掛け合いが始まりますね。 私から見ればですが、本当は和室がうまく立ち回っていれば、もう勝負はついてます。鶴巻幹事長が罪を隠蔽したと自白してます。鴨井大臣も罪の隠蔽を認め、小さいものを潰してでも上に行くという言葉を発しています。この言葉を録音しておいて発表すればいいだけですよね。この言葉は突然発したわけではなく、 自分から話しに行って、その言葉出てるので、前もって録音する準備もできてるはずなんですよね。なぜそれをしないんだ、わしず証拠能力はなくても、世論は動かせますよね。あと、週刊誌に載せられなかったら、ネットに載せろよって思いますね。あと、竜崎総理大臣から出版社に圧力かけてもらうとか、やりようあるでしょう。 鶴巻幹事長の敵は竜崎だけじゃないんだから、野党に掛け合うとか、そういう手も使えるじゃないですか。なぜしないんだわしず。まあ、ドラマですからね。そういうことはしないんですかね。それでは、これから先の考察をするために、罠の戦争次週第8話のあらすじをお話しいたします。大気の事件の真相を書いたユキの記事は、鶴巻によって握りつぶされた。 カモイの地位を脅かすワシズの行動をこれ以上見逃さないと判断した鶴巻はワシズを長田町から排除するよう高野に命じる一方のワシズもまた鶴巻が本気で自分を潰しに来ると覚悟を決めていたそうなる前に何とかして鶴巻の権力を奪うだけのネタを手にしたいそう考えていると鶴巻が国内最大手の IT 企業と 特別な関係にあることを匂わせる一通のメールが届く。しかし、その差出人の名前を盗み見た正人は、みるみる表情を曇らせて。その頃、政権交代を目論む鶴巻が、自らの息がかかった鴨もを、日本初の女性総理にしようと暗躍していた。そのことに気分を害した龍崎は、鶴巻を牽制するため、大気の事件を、 表沙汰にしようとする和室をバックアップするある動きを見せる。すると事件は瞬く間に世間の注目の的となり、カナコの元に多くのマスコミが押し寄せる。するとある人物がその様子を離れた場所から見つめていて。というのが次週8話のあらすじです。まず、高野は本当に和室を裏切るのでしょうか 個人的には手土産を持って高野も竜崎派に来てほしいですね。わしと高って大きさしか違いはないんですよね。敵になる名前の人には鳥が入ってると思わせておいて、わしと鷹は同じだから仲間とかそういう仕掛けがあったら面白いですね。そしてメールの差し出し人は誰なんでしょうね。マサトが驚くということは、 マサトが知っている人間なんですよね。名の花運送の関係者なのでしょうか。そして、カナコを遠くから見ていた人は、記者のユキか、もしくはあの飛び降り自殺をした人の親なのでしょうか。誰が敵で、誰が味方か、本当にわかりませんね。そして、制作秘書のカイヌマさん、なんとなく知ってたんですね。泥船なのに、 よく制作秘書受けてくれましたね。しかも4人中3人が情報共有してるのに1人だけのけものでよく精神的に持ちましたね。むしろめんどくさかったから仕事以外では関わり合いたくなかったんですかね。そして鴨井大臣の息子役の三方亮介さんどっかで見たことあるなと思ったら今期の警視庁アウトサイダーでも犯人役で出演してました。顎のラインが 犬大臣の息子役の人とすごい似てますねあと「初恋の悪魔」にも警察役で出ていました警視庁アウトサイダーでは変態の監禁する人として初恋の悪魔では嫌味な警察官という癖のある演技をするのでこの人は売れ続けるのではないでしょうか次週も楽しみですね皆さんの感想や考察ございましたらコメントで教えてください マサトが食べていた生姜焼き定食美味しそうだなと思った方は高評価、チャンネル登録、公式 LINE の追加、そして LINEPayPayPay での投げ銭よろしくお願いします。公式 LINE といっても普通の個人アカウントです。動画の宣伝トークなどは送りませんのでご安心ください。最後まで見ていただきありがとうございます。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。見て面白いと思っていただけたら高評価、 チャンネル登録、公式 LINE 登録してください。各 SNS もやってますのでよろしくお願いします。よろしくでーす。